안녕하세요가을입니다はい、ということでおはようございます。現在朝7時半でございます。寒いですね。でも寒いって言っても今日はすごい暖かくて、今朝7時半の時点で11度でございます。まあね、でも寒くなってきたじゃないですか。寒くなってくると食べたいもの、クッパ、私年から年中食べてるんですけれども、この時期、もうこれからね冬になるんですけれども、牡蠣でございます。まあ牡蠣っていうとね、多分みんなのこうイメージ的には牡蠣ポッサムが、はい、あると思うんですけれども、以前ね一回牡蠣クッパっていうのを紹介したんですよ。ジョンロンの方で紹介したんですけど、今回はね良い糸方面で牡蠣クッパ美味しいところがあるということでね紹介していきたいと思います。ですね、ヨイド方面といってもヨイド駅ではなくて福慶伊佐団駅です。急行線ですね。出口が2番と3番どちらから出てもいいんですけど、まあ、どちらかって言ったら3番の方が近いかなみたいな感じです。はい、それではね、歩いてすぐですので道説明も込めて道説明も含めて、はい、やっていきたいと思います。それではね、寒いこの時期、はい、ぴったりのクルクッパ食べに行きたいと思います。それではゴー。じゃん、はい、じゃあこの前に見えるね、あの箱みたいなやつが、地下鉄の出口、3番出口になります。で3番出口から出たらね、こっち側が、はい、2番出口になります。で3番出口と2番出口の間ですね、ここの道をとりあえずねまっすぐ行きたいと思います。じゃあこの KFC が入ってる建物なんですけど、そっち側にはねトゥーザンプレイスがあるんですけど、この建物の中ということで、どこだ、あ、これこの金明座クルクッパっていうのを探さなきゃならん。じゃあ地下っすね。朝6時から11時半でございます。はい、じゃあこちらのトドキャンギ金明座クルクッパ入っていきたいと思います。ちょっと待って、やってないぞ。あ、そっちだ。びっくりした。本館ですね、こっちだ。びっくりした。クルクッパみたいな。俺でも반드릴까？아반도있어요예아네혼자먹기에는너무많잖아요 はい、ということで今ねあのお店の中入ってきたんですけれども、びっくりです。多分人気店すぎて本館と別館があって、あの私別館の方に行ってマジでびっくりした。朝5時起きで来たのにまさかのお休みみたいな思って、はい、びっくりしたんですけれども、はい、本館がありました。こんな別館があるってことは本当にね人気で美味しいんだと思うんですけれども、とりあえず今回私はクルクッパとクルジョンって言ってあの牡蠣チヂミを頼みました。ということでね、じゃあ、はい、ご飯の方待ってみたいと思います。찍고있어요 네 아 그러시구나 네 자, 저거 제가 굴굴밥でございます。なんかね、透明です。ちょっと待って。見て、スープがさ、透明綺麗なんだけど、そして、じゃあ、牡蠣です、牡蠣。この白いの何？あ、卵か。卵だ。見て、ご飯が入ってて、でも、あ、すごい、鳥肌だった今。牡蠣クッパです。牡蠣チヂミのハーフです。このね、はい、醤油みたいなのにつけて食べて、おかずがまず玉ねぎ。玉ねぎはこのサンジャンにつけて食べて、これがニラのね、なんかこう、何、こう、
ックをしたやつ、キムチとカツツギでございます。じゃあこちらのクルクッパップは9000ウォン、約900円で、カギチシンがこれハーフなので多分9000ウォンですね。同じこれとこれが同じか。でこれハーフなんですけど、普通の大きさになるとそこの一番上にあるように1万8000ウォンになります。ということでね、今回今日の朝ごはんこの2つで、1万8000ウォン、約1800円くらいになります。じゃあ食べていきたいと思います。インスタグラムとツイッターのフォロー、それから高評価とチャンネルインスタグラムとツイッターのフォロー、それから高評価とチャンネル登録お願いいたします。それではいただきます。でですね、クイクッパめちゃめちゃ熱いんですよ。熱いからこの、取り皿に移して食べます。まあ、熱いの全然食べ大丈夫な人は移さなくてもいいと思うんだけど、めっちゃいい匂いする。なんかこう海苔が入ってるんだけど、海苔の匂いもすごいいいし。じゃあまずはね、やっぱスープからじゃないですか。最強ですよ。やばい、このスープの味をもって美味しくないわけがないわ。色的に結構なんか味薄めっていうか優しい味系かなって思って、だからこうキムチとかいっぱいあるのかなと思ったんだけど、全然味薄くないです。パックがめっちゃプルプル。うわ、本当に美味しい。キムチもめっちゃ美味しそうなんだよ。はい、じゃあこちら、なんで、かきちぢみです。マジで美味しいんだけど、美味しすぎ、やばい。なんかこう噛んだ時の、もうかきのなんていうの、内臓、中身、甘い？いや、なんか別館あれだけあるわって感じ。マジで味が天才すぎる、マジで。もちろん牡蠣も美味しいんだけど、中にわかめが入ってて、そう、わかめの味もめっちゃなんかもうすごい、口の中が海です。で、私が最初牡蠣チヂミ頼んだって言った時に、このよくあるこの丸いチヂミに牡蠣が入ってるのを想像した方いると思うんですけれども、このチヂミは生牡蠣に卵をこうやってつけかぶせて、卵を着せて、牡蠣に卵を着せて、それをフライパンとかでこう焼くんですよ。チヂミとかチョンって聞くとこう丸いやつをやっぱ想像するんですけど、牡蠣チヂミもそうだし、恵方巻チヂミ、なんかズッキーニみたいなやつ、あれも恵方巻自体に卵を着せて、それをフライパンでやってるから、なんかチヂミって言われて全てが同じ形じゃないみたいな感じで。ちなみにチヂミって日本で言われるけど、どっちかっていうと韓国ではチヂミよりもチョンミっていうのが使われるかなみたいな感じ。牡蠣ってさ、失敗すると苦いじゃん。もう苦いのが全くないの。久しぶりに ASMR やろうと思います。朝だから口が回らんみんなの大好きなね、玉ねぎの ASMR です。まあ、よくもある質問の中で、生玉ねぎ辛くないんですかみたいな
私もねそう思ってたんですけど、まあ、時期によるけど甘いです。玉ねぎが甘いけどやっぱり口内のこう口内環境的にはもうすごいね、マスク絶対したくないみたいな匂いの面ではもうすごいです、ここ玉ねぎの匂いが。あとなんだっけ、あの韓国ってやっぱりニンニク使ってるのが多いから、よくみんなに聞かれるのが口臭対策韓国人してるんですかってやつ。私がよく見たのは、あの休憩時間にご飯食べた後トイレで歯磨きしてる人はよく見た。歯磨き以外で何かしてんのかな、わかんないですけど、まあ多分これ見たらねコメント欄に韓国人がこういう対策してるよみたいなのを、はい、書いてくれると思いますので、あの韓国語の勉強兼ぜひ翻訳して読んでみてください。これ全然辛くないし、まあ、味が優しいって言っても薄いわけじゃないから朝ごはんにぴったりだし、あとお酒飲んでこうすっきりしたい時、お酒飲んだ次の日の朝とか、お酒飲んだ後とかの締めでもね飲まれるし、まあ、もちろんお酒飲みながらも飲まれるし、胃に負担がいかないすっきりした韓国料理したいのかな。はい、ということでごちそうさまでした。いいもん食べた、朝からいいもん食べた。本当に韓国今日は、朝11度でお昼には、ね、17度まで上がるんですって。え、今日めっちゃあったかいなと思って、で天気予報見せたら明日明後日が結構なんか大雨らしくて、明日明後日大雨降った次からねマイナスです。なんかもう本当についに来たって感じですね、もう韓国の冬。まあね、これから暑い中、あ、暑い中の寒いどういうこと？これからね寒い中の撮影が始まる時期なんですけれども、まあ、こういうねあったかいものをいっぱい食べて、はい、風邪ひかずに頑張りたいと思います。まあ、今回紹介したこのヨイド店ももちろんすごい美味しいし、もうなんかこの特にクルジョン、なんかクルチヂミに私感動したんですけど、まあ、ヨイドの方ちょっと難しいとか韓国初心者って方は URL に前回紹介したジョンロの方にあるクッパップのお店もしょ、あの載せておきますので、そちらの URL から、はい、チェックしてみてほしいと思います。前回紹介したところもかなりね有名なところですので、はい、どっちに行っても当たりです。ということで今回は冬ならではのクッパ、そして冬ならではのチヂミ、クルクッパとクルチヂミの紹介でした。それでは今回もご視聴ありがとうございました。그러면오늘은여기까지。終わり。